発信ユニコーン城、皆さんこんにちは。ユニコーン城市長の港貴信です。今回は由利本荘市の地域おこし協力隊果樹農家になろうプロジェクトをご紹介いたします。本日は地域おこし協力隊の引間翔吾さん、しおりさん夫妻においでをいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。引間さんご夫妻は埼玉県のご出身であります。お二人は果樹農家の担い手を育成することを目的とした果樹農家になろうプロジェクトの活動をされております。それではですね、どういった活動をされているのか教えていただけますか。はい、由利本荘市の中でもリンゴ栽培の盛んな西目地域で、リンゴ農家の皆さんから手ほどきを受けながら農作業の技術を学んでいます。将来的には地域の担い手として自分たちのリンゴを栽培すること、また果樹を通じて地域を元気にすることを目標に頑張っています。引間さんは令和4年10月に着任してからさまざまなイベントを企画運営してまいりました。例えば雪解けリンゴは本市のふるさと納税にも出品をされました。これは富士という品種のリンゴを11月中に収穫をし、12月に雪の下に埋めて貯蔵を始め、3月下旬に雪から掘り起こしたリンゴです。雪中貯蔵をすることにより酸味が抜け、よりリンゴ本来の甘みを感じやすくなると言われています。手に取っていただいた方の感想はいかがだったでしょうか。お客様からは美味しいという感想をたくさんいただきました。他にもこの時期にこんなジューシーなリンゴを食べられるなんてすごいという雪解けリンゴならではの声や、食感がいいという感想もいただけました。お話を伺っているだけでなんか美味しいというのが伝わってきたなという感じであります。また機会がありましたらぜひ雪解けリンゴを企画していただければなというふうに思います。他にも蛇口からリンゴジュースと名付け、イベント会場などでお客さん自らが蛇口をひねって飲むというスタイルでリンゴジュースを販売しておられました。特に小さいお子さんたちには大好評であったということでありましたけども、いかがだったですか。はい、蛇口からリンゴジュースは秋田県立大学本庄キャンパスの学生さんと一緒に企画から販売まで行いました。私たちだけでは到底思いつかないようなアイディアをたくさん出していただいて大変勉強になりました。お客さんからもすごいとか美味しいという声をたくさんもらってすごく嬉しかったです。そうですか。これからも由利本荘市の美味しい果樹をどんどん活用発信していただいて、たくさんの市民の方々と交流をしてもらいたいというふうに思います。引間さんは県外から秋田にやってきて、由利本荘市や同世代の若者についてどんな印象を持ったか少し教えていただけますか。はい、とても余裕があるなと感じました。農家さんや市役所の方と関わることが多いのですが、どっしり構えているというか肝が据わっているというか、若者とはいえ頼りがいがある存在です。なるほど。あ、そうですか。しおりさんはどうですか。はい、皆さん自分のお考えをすごくしっかり持っていらっしゃって、とても素敵だなと思います。これからのお二人の意気込みを聞かせていただけますか。はい、農業についても由利本荘市についてもまだまだ初心者なので、謙虚に日々学び続けていきたいと考えています。先輩農家さんから手ほどきを受けながら果樹振興にたくさん携わり、
由利本荘市の魅力を発信していきたいと考えています。移住してきて丸1年が経ちました。東京に住んでいる時と比べて四季がすごくはっきりしていたりとか、季節ごとの景色や旬の美味しいものをたくさん食べられるのがとても楽しく、充実した日々を送っています。去年以上に勉強をして楽しみながら日々を過ごしていきたいと思います。ですか、はい、した、今回は地域おこし協力隊、果樹農家になろうプロジェクトの引間さんご夫妻とお送りをいたしました。それでは次回も楽しみに。